バカラはカジノゲームの一種でありトランプが使われる。バカラは高額な掛け金をかける人が多い。ここでは最も古いバカラであるビッグバックバカラのルールが記載されている。バカラはカジノゲームの中でも大金が動くゲームのため多くのカジノでは VIP タイグルでも手なすバカラ専用の部屋を用意している。日本ではバカラ自体のプレイは違法ではない。ただしトバクは 基本的に禁止されており、バカラを賭博としてプレイすることも同様に禁止されている。バカラとは、バンカーとプレイヤーの仮想の二人による勝負で、どちらが勝つかを客が予想してかけるゲームである。実際にゲームをプレイしているのは仮想の人物であるため、客ができることは、競馬のように予想することだけで、それ以外でゲームに介入することができない。突破の分類では、 掛け事とされる。勝負は、プレイヤーとバンカー、それぞれ配られたカードの点数の合計によって、決められる。A は1点、2から9は、表示通りの点数で、10、F だは、すべて0点として数える。繰り上がりは考慮せず、繰り上がった場合でも下1桁のみを評価する。9点が一番強く、それ以降8点、7点、と続き、 0点が一番弱い点数となる。ディーラーが数組のカードをシャッフルし、シューターといわれるカジノ専用のカードケースに入れて行われることが多い。ゲームに参加した人たちは、プレイヤー側が勝つか、バンカー側が勝つか予想しかける。ベッド額の上限はテーブル上に表示されているマックスベッド額によって一律に決められている場合とバランスといって、 双方サイドの掛金額の差が一定額以下に制限される場合がある。バランスで差額が制限を超えている場合、超過しているサイドはベッド額を減らす、または不足しているサイドへの追加ベッドを求めるなどして、バランスの調整が行われる。配当原子を双方の掛金に限定される場合、または双方の掛金が同額でないとゲームを成立させない場合を、 完全バランスといい、前者の場合は薄い側のサイドにかけた客の配当は多く、厚い側のサイドにかけた客の配当は少なくなる。また、タイといって、勝負が引き分けに終わるという結果にかけることもできる。タイは、サイドベッドであるため、プレイヤーかバンカーにベッドした上で同時に、タイにもベッドできる。ベッドの上限は低く抑えられていることが多い。その後、 プレイヤーサイドバンカーサイド双方に2枚ずつカードが配られる。そして以下に述べる条件によっては、プレイヤーバンカーのいずれか一方あるいは双方に3枚目を配り、その合計の数字で勝負を争う。H なら配られ、S なら配られない。完全バランスのハウスでは、敗北サイドの掛け金からコミッションを引いて勝利サイドに分配する場合もある。この場合、 配当が一定でないことになる。カジノ運営の際、道元は全てのゲームでテラ戦を徴収する。このテラ戦は、顧客感情を排除し、ルール設定や配当を打つという形で、半ば隠蔽され、長期的に徴収されるのが常である。1日何万ゲームをこなすカジノにおいては、このような方式であっても、長期的に利益が発生し、顧客に損失が発生する。これは、 バカラの場合においても同様で、コミッションというルール設定にテラ線が設定されている。コミッションに関しては数学的な錯誤や心理的な誤解が生じやすいため注意が必要である。バカラではカードをめくる際、絞りという独特の方法を使ってカードをめくる人がいる。絞りとはただ単にカードをめくるのではなく、端の方から少しずつ覗き込んでいく。 一般的に一辺が短い方から絞る。そこで次の4つの判断ができる。絞り始めてもスーが何も見えない場合は A スーが1つ。見えると2か3スートが左右に2つ見える場合は4、5、6、7、8、9、10のいずれか F 札が出たら、J、9、K と判断できる。1、スートが見えない場合、4、絵が出てきた場合はすぐにカードを開く。 スートが一つ見えた場合はそのまま絞り、2、または3を確定する。3、スートが二つ見えた場合今度は、カードの長辺から絞り始め次の三つの判断を、行う。スートが二つ見えると4か5、スートが三つ見えると6、7、8のいずれかスートが4つ見えると9、10のいずれかその三つのどれかを判断した後、カードの短辺から絞り、最終的に数字を確定する。 なぜこのようなことをするのかというと、頭の中で最も望むカードを念じながら、じわりじわりとカードをめくることにより、カードを絞る人間の挙動や表情に注目が集まり、現実論として結果が決まりきっているゲームでもエキサイティングなものに演出されるからである。カードを絞る権利は原則として最も高額な掛け金を積んだものに与えられる。 好調であるものに乗ってかけることが可能なため、むやみに賭け金を積み増すこととなり、バカラは最も単純にして高額なギャンブルとなりやすい。なお、この絞りという行為のため、マイゲームごとに絞られたカードは折れ目が入るなどして傷ついていく。このような傷ついたカードはイカサマ防止の観点からも再利用されることは少なく、使い終えたらその場で破って捨てることが多い。バカラ。 大王製姉妹会長もハマった、禁断の魔力バから賭博に溺れ、2億円を継ぎ込んだ、上場企業元役員の転落人生。産経ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jp。msn.com、a f f アーズ、s ニュース、13224。 CRM13 兆224億1201万 6N1HTM2013 年2月24日、閲覧。ありがとうございます。